今回は僕の第二のふるさとであります1400人の村西阿倉村にやってきました。今回はここのケーキ屋さんですね。行ってみましょう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。すごいですね。早速中どうぞ。いいですか。はい。おお、すげえ。これショーケースですね。はい。このカウンターは何ですか。ここは焼き菓子を陳列しようかなと思ってます。あ、こっちも部屋ありますね。これまたいい雰囲気の。ここは何するとこですか。ここはケーキを、頼んでもらったらここでカウンターで召し上がっていただく。あ、ここで食べれるようにね。はい。いいですね。ケーキ屋に合う壁って何ですかね。ケーキが主役でね。ああ、そうですね。あまり壁は出すぎない方がいい、ね。そう、出すぎない方がいい、ね。出すぎず。色味で言うとなんか落ち着いてる感じがいいかな。今回はこの感じを出したいなと思います。で、なんでこれかというと全体に回り縁とかそういうものが一切入らないのでシンプルな壁になります。なんでこういうねちょっと大きめの凹凸、この少し大きめの波を出していきたいなと思います。それじゃあやっていきます。それではもう今からパテ埋めをしていくんですけど、先にこのメッシュペーパーでメッシュ針とこのジョイント部分とあと出摘みのこの角ですね、この面取りをこれでしていきたいと思います。カッターの刃があってカンナみたいになってるんですよね。でこう当ててずーっとやるとこう面が取れると。めっちゃ便利ですね。どうしてもこう入らないところはこのカッターで取っていきます。メッシュテープ完了です。
テ梅がようやく終わりました。じゃあヤスリをかけていきます。これ240番のヤスリです。完全段差がないような状態までやすっていきます。やすりがけ終了です。すごい、うん、真っ白ですね。こうやってこう粉だらけにならない方法があったらぜひ教えてください。それでは今から珪藻土を塗るための養生をしていきます。養生終了です。今回使うのはこちら。たくさんありますね。多分これだけでは足りない、今回ローラーで塗っていきます。それではこの天井から塗っていくんで、このメガネと手袋、上から落ちてくるんでメガネつけてた方がいいです。このローラーだけで天井を塗ったんですけど、なかなかノリが悪くて、一層はちょっとコテでと乗せてパターンつける感じでローラー使っていきたいと思います。ローラーだけじゃちょっとねしんどいですね、特に天井。今コテで一層塗ってみました。次はローラーでやっていきます。こういう波を出したいんですけど、やっぱこのやり方の方がいいですね。早い。出っ張りの部分が塗り終わったんですけど、まあ、当初この部屋全体をこの波を出していこうかっていうことだったんですけど、まあ、このまま波を全部出しちゃうと結構うるさい部屋になっちゃいそうなんで、この豆腐の部分、出っ張った部分以外はこういうプレーンのあっさりした感じに仕上げようと思います。さあ今1週間経ちました。だいぶ出来上がってきましたね。めちゃくちゃいい感じで、ここ全部で100平米ぐらい塗り代があるんですけど、実はまだ半分しか終わってないですね。今からちょっとブーストしていきます。こっちはグレーの壁になるので、グレーの珪藻土を塗っていきたいと思います。この
出積み仕上げるのにめちゃくちゃ時間かかっちゃいましたね。今からグレーの珪藻土を作っていきます。使うのはこの墨汁です。木の色調整はやったんで、17g。 おお、5します。これ感じ。ああ疲れた。もうちょっと。ちょっと。よし、あとはつか。ここだけ。よいしょ。よし、できた。ああ完成。よっしゃあ、ついに。ついにできました。見えますかね。100平米、約8畳を2部屋分ですね。よう塗りましたわ。よっしゃ、終わった。めっちゃいい感じ。いただきます。うまっ。